人生をスマートに生きるコツ、それは予測と準備だ。おはようございます、ヨンマさん。おはよう。ドリップコーヒー。かしこまりました。例えば女性関係、この間楽しかったです。また誘ってくれますよ。もちろん。どんな時もお会計。失礼しました。それを怠らなければことは思い通りに進む。仕事も同じだ。全ては予測と準備に尽きる。難しいことは何一つない。いや、めちゃくちゃいいですね。